連戦連勝、まことに痛快。見やれ進化とも、我らの勝利を祝うよう都の花も一層咲き誇っていよう。もうここは皆さん揃って、うわー俺たちはフリーダムだぜと規制を上げて欲しかったところですけど、うん、まあいっか。いまいち統一感がないのはたまにきつ。千年鏡のモットーは自由気ままな楽園ライフ。軍旗も人狼も酒の妻、要は結果さえ出せばいいのです。そう、かつて地上にありしいずこの都、陰のそれよりも華やかに、平安のそれよりも穏やかに、ほころびも曇りもなき永遠の地。ここはそういうものでなくてはなりません。あと少し、あと少しなのです。それを邪魔する者は何であれ打ち倒してご覧に入れましょう。まさしく王妃のおっしゃる通り、恐悦ながらアルキメデスがご報告申し上げます。王妃テスカラによる総統の結果、戦勝皇帝による国取りは勢いを弱めています。もう一息で完全に、セラフの全領域は王と王妃のものとなるでしょう。セラフはここに完全統一を果たすのです。戦勝皇帝の拠点はすでに突き止めてあります。あとはこの敵拠点を陥落せしめるだけで。邪魔者は消えうせ、千代の都が今こそなるか。御意、そして王権たるレガリアは一つに。そうですね、あなたもそれが重要だと理解しているはずです。ではご主人様、私と共に戦場へ。あのわがまま皇帝に今度こそ引導を渡してやらねばなりません。いざ決戦と参りましょう。さて、いざ決戦ですが、その前に念のため、ええ、あくまで念のため、もう一度現地を取っておきたいと思います。それはもしものための保険と言いましょうか、私の心の隠し預金と言いましょうか、とにかく必要なことなのです。お忘れではないでしょうが、ご主人様には昨夜の前科がございます。すなわち敵の視界と和気あいあいに話した事件。あれはこの部屋だからようございましたが、戦場であったのなら命に関わります。ですのでどうか約束をしてくださいまし。戦場においては冷静に徹する、すべて私の判断に委ねると。お忘れなきように、私は女王として振る舞います。あなた様のサーヴァントであるのと同時に、残酷なる侵略と君臨を旨とする帝国の女王としても存在し得るのですから、ご理解いただけて何よりです。ご主人様、あなた様は現在まともな状態ではおられません。美しくも儚き魂のみの電脳体なのです。だからこその受け身の姿勢、受動的に漂わせてしまう生来の魂の美、凄まじいまでの魅力として私には映りますが、その実存在としては不安定であるのです。ですので意地悪を言ってしまってすみません。これから決戦となります。余計なことは申しません。ただただひとえにお力をお貸しくださいましね。
唐突ですが、ここでご主人様に質問です。このような街の並びはお好みですか？マチョイズムな石壁建築というか、俗に言う古代ローマの様式というか。ああ、いいえ、私にとってはどこであろうと都は都、取り立てで何がどうということはありません。とはいえ、ご主人様にも好き嫌いがありますし。さあさあ、ビビッとくるのは西の都と東の都、どちらがお好みなのですか？はい、申し訳ありません。今ちょっと音声情報が、空間にノイズが走ったのやもしれません。よく聞き取れませんでした。Please one more。 好きなのは今なんと、ああやだやだ、余裕たっぷりに甘えているようで、その実獲物を追い詰める雲そのものじゃない。いつもの着物座り用はどこに行ったの？それじゃただの手追いの獣、月の女王様が聞いて呆れるわ。何者？何者かですって？このタイミングで現れる美少女なんて真のアイドルに決まっているじゃない。水の都に花の天幕、豚どものエールにとっておきの新衣装、あとライブは1時間遅れがお約束。そんなサーヴァントが私の他にいるかしら？いや、いないわ。だっていたら大変だしね。そう、その反応の速さ、それでこそ私のコリス。ちなみに応援してくれたのよね？うん、こんな最高のオーディエンスをあんたに渡すなんて、私もヒートがロールしてたわ。けどそれもここまで、私こそオンリーワンの歌姫、世界の中心で歌う竜の娘、全ての知性体の全ての意識と自我が注目すべき、たった一つのアイドルなんだから。はあ、そちらエリクサーの飲みすぎでハイになっていらっしゃる？磨けと申しつけたのは私どもの宮殿です。敵の宮殿ではありません。駒使いなんですから、お仕事はしっかりやってくださいね。ああ、それ駒使いは飽きたから廃業よ。辞表ならライダーに叩きつけてきたわ。私はソロでやるって決めたの。あんたの国にもセイバーの国にも属さない。だってどっちも私以下だし、私こそ孤高にして至高のセラフに現れた第三勢力、深淵より来たりし暗黒の美姫ダークエリ、もしくはより洗練した略称としてダークエリザとでも呼ぶがいいわ。ダークエリオ、もしくはダークエリザ、二度も言わせるなんて、失礼なコリスね。まあいいわ、とにかくおとなしく狐の言いなりになっている私はもういないの。というか自分でもバカみたいだったわ。何が贖いの駒使いよ。そんなもので私の罪が消えるわけでもないし、そもそも私が救われるなんてありえない、私が裁かれるなんてありえない。
私がいい子だなんてありえない。だから壊して犯して殺し尽くすの。何もかも私のために浪費してあげる。セラフを私のドレッサーに変えてあげる。そのためにはわかるでしょ、キャスター。無様で可愛いコリスごとあなたのレガリアを平らげるわ。レガリアを奪うですって？あなた、その浅知恵誰に吹き込まれました？さあ誰かしら。でもいいじゃない、だって私だけでもこの結論を出してたんだから。そうでしょ、あなたがセラフの女王だなんておかしいじゃない。あなたも私も血まみれの繁栄湯じゃない。それなら私だっていいじゃない。それなら私も王になる。いいえ、大王だわ。流した血なら私だってあなたに負けない。ただの大王なんかじゃないの、とっておきの大王よ。ムーンセルをも超える赤き星、マルスの星より来たる恐怖の大王に。笑わせてくれるな、琴影。西国の星占いの詩編を引用してまで自分を大きく見せたいとは。駒使いをやめたのは良い、受理してやろう。何しろ転職先が面白い。まさか笑い専門の芸人になろうとはのう。どうだ、同家として再就職せぬか。貴様の芸なら高級を約束するぞ。しないわよ。あとジョブチェンジ先はディーバ、歌姫だからね。まあいいわ、特別の特別に生意気な物言いも多めに見てあげる。今回は宣戦布告に来ただけよ。二つのレガリアは私が奪う。私の力舐めるんじゃないわよ、キャスター。せいぜい覚悟することね。ご心配には及びません。他人の口車に乗っているうちは三流も三流、自滅するのは目に見えています。はあ、まったくどこまで鳥頭なんだか。駒使いとしてはそこそこでしたが、道家としては楽屋落ち、投げ銭も惜しい。ご主人様、どうかお気になさらずに。セーバーさんからレガリアを奪えば円満解決。なんであれ私どもを妨げることはできません。ではでは、いざ参りましょう。私たちの間に何者も割り込む隙はないのです。作戦を開始する。まずは太陽の光を引き込むのだ。承知しました。午前の光を、良き営みを守りたまえ。太陽の騎士の名にかけて、いざ。まさにスーパーガウェインだな。うむ、キャスターを狙って一点突破だ。天罰的面よ。やれやれ、石炭トラックですか。コードキャスト足りてます。今必殺の一分多彩挑戦。勇者ガウェイ参上しました。
壁面。ご主人様、にかかる。コードキャストスタンバイ。セクタートラップですよ、ご主人様。天罰赤面。よっ、諦めます。と参ります。意外大作家。今必殺の一夫多妻巨星拳じゃん。だらしのないこと、制圧完了しました。あとはお好きにどうぞ。残存する太陽光セクターはわずか、一気に攻め落とそう。制圧完了。この調子で徹底的にぶっ潰します。ノンストップです。ドストビです。
告しよう。敵本陣へと続くポータルが現れ、剣者兵器。ミアリアル、セクターストラップですか？コードキャストに足りてますよ。素晴らしい戦果、素晴らしい戦果。リガル、大殺戦。よく燃えますね。この調子で徹底的にぶっ潰します。楽しげに制圧したな。今日を滑る女は違うということか。やれやれ、セクターストラップですか？コードキャスト足りてます？グランドです、ご主人様。まずはあちらを倒しましょう。リガル、大作家。よく燃えますね。マスター、コードキャストを一歩冒険にやっちゃいます。この調子で徹底的にぶっ潰します。制圧できましたね、キャスター。その調子で変に焦らないように。リガルは大作家。よく燃えますね。この調子で徹底的にぶっ潰します。驚嘆すべき力です、王妃。あなたこそ支配者にふさわしい。リガル、大作家。よ、コードキャストスタンバイ。セクタートラップですよ、ご主人様。ブラントです、ご主人様。まずはあちらを倒しましょう。もはや止まりませんね。どこまで行くのか見届けるとしましょう。天罰赤面。よく見ました。ところでご主人様、
唐突な質問その2なんですけど、あのエセコーテ、もとい赤セーバーさんをぶちのめした暁には私一切合切を成し遂げる所存にございます。その時ご主人様は王権を持って何を求めます？何でもおっしゃってくださいましな。ご主人様、なんてこうクラッとくる眼差しを。って肌に来ました、肌に。まったく、もう欲のない方ですね。魂だけのご主人様は受動的なのに地位は強くいらっしゃいます。でもでも、そこはもっと強欲に。ご想像くださいまし、文字通り言葉通りに全てが叶うのですよ。いかなる税もいかなる富も思うがまま。王権、一口にそう言ってしまうのは簡単ですが、地上の一国家のそれとは桁が違います。最上の美酒、最上の料理、最上の衣、最上の宮殿に最上の寝屋、最上の妻。あ、いえ、それはこの私がいるからいいとして、あまりに突然なその物言い、その眼差し、もうご主人様は酷なお方です。野生にこそ以前より薄れてはいるものの、その物言わぬ瞳の色気はどういうことでしょう。ああ、これでは父にあることさえ忘れてしまいそう。もう本当に本当に困ったお方。覗き見とはお里が知れますよ、セイバー。世の庭で勝手にイチャつき始めたのは貴様だ。石を投げなかっただけでもありがたく思うがよい。うむ、しかし褒めて使わすぞ、大逆者よ。ここまで追い詰められるとは思わなんだ。肉弾戦もいけるではないか、貴様。ま、世が手を抜いていたというのもあるが、勝者に刃を向ける現実に世は迷っていた。かつて共闘した貴様と戦うことにもな。しかしことここに至っては覚悟を決めた。許せ、もう一人の勝者よ。すぐにそこの右爪から解き放ってくれる。本当、勝手なものにです。ムーンセルに選ばれたのはこの私、あなたではないのです。未だそれがお分かりでない？その愚かしさ、羨ましく思ったこともありましたが、今となっては哀れを誘うばかりです。あなたのローマはすでに敗北、私の帝国に飲み込まれておしまいなさい。たかが大樹の帝国風情、終点の日にかなう道理なし。ん、神祖ロムルスまで罵倒するとは、世の忍耐ももはやここまで。そもそも世はアポロンよりヴィナス派だ。任したくば美少女を連れてこい。ちなみに貴様は少女ではないゆえ除外だぞ。おーしゅぐいった、20代前半の何が悪いってんですか。もはや焼き尽くすしかねえ。レガリアを得た我が力、とくと味わいなさい、ネロ・クラウディウス。いっちゃうぞ、時間ですよ。ロンドンに会うことないぞ。
なかなかの勇者よ。こちらです。地上、何が世界ですか。あなたはただ私に挑み、私に敗れただけのこと。そこに他の意味など持ち込んで何とします。単に世界より私の方が強かったと思いなさい。ではお覚悟なさいな、皇帝陛下。いろいろありましたが、あなたとの縁もここで土壇場、正念場といきましょう。奏者、そうですか。あなたは彼女に寄り添うことを選んだご主人様。精神に相当するもの、情熱、人格とも言い換えられますが、その点思慮深さには欠けるようですね。この状況がお分かりではありませんか。そこなるサーバントは敗北したのです。たった今あなたがかばう意味はもはやありません。彼女はこれからレガリアを失います。であればあなたが庇護を求めるべきはこの私、このキャスターしかいないのです。ですから一言おっしゃってくださいまし、キャスターが良いと。そうすればすぐに。ネロさん、あなた、ネロさんはいつも私から奪うのですね。あの時も、月の聖杯戦争、その終焉の時、ムーンセル中枢に入ったのはご主人様とあなただけだった。私はそこにいなかった。手の通りはぐれてしまいましたから、最後のあの部屋で何があったのか私は知りません。だからこのレガリアを与えられた時は本当に嬉しかったんです。心の底から。今度こそ自分は選ばれたのだと、選んでもらうことができたのだと。薬指に輝く光を前に確信したんです。それなのにあなたも同じ指輪を得ているなんて本当に驚きました。その薬指を見た時の私の愕然、想像できますか。でも残念、今度こそ私の勝ちです。前回はあなた、今回は私、釣り合いは取れています。不服があらば地獄の山に追いなさい。
すべてがこの手に。あ、見てくださいましご主人様、二つのレガリアはこれで私のもの。もはや千年鏡などでは満ち足りぬ、我こそは日輪。すべてを手にし支配し、炎の意向で覆い尽くす。見るに耐えん、まさに魔性のものよな。考えなしのようで里い女であったのが貴様の美点であったというのに。おうおう、その通りよ。臆面なく魔性と呼ぶのならこの薄帽を敬うがいい。東に聞けば帝を欺くイロカの獣、西に響けば魑魅魍魎の源泉千古、おとぎ話に歌われる古里妖怪の大化粧、それこそが我かつて人々に恐れられし者。私が振り払いたかった過去の在り方、それでも構わない、構わないのです。それで歌方の夢を得られるのなら、私たちの国を得られるのなら、私は構いはしないのです、ご主人さん。まったく、これほどの衰退を目の当たりにしても微塵も揺るがぬとは、呆れた信頼よな。世の負けだ、その思いの深さと強さ。世は勝つ術を知らぬ。レガリアはひとたび貴様に預けよう。貴様はともかく良きマスターがついているのだからな。さらばだ、キャスター。後で泣くほど後悔し世に謝りに来るがよい。そしてもう一人の奏者よ。誰が謝りになど行くものですか。最後まで敵の転落ぶりを案じているから、紙一重で恋人を奪われるのです。さようなら、セイバ。お言葉ですが、私たちは二度と会うことはないでしょう。さすがはレガリアを与えられた正当なる女王、今回も予定通り勝利を収められた。誠に結構結構ですが、ここからは私の仕事です。レガリアの再統合にはシステム技師である私の固有スキルが必要となります。そのためこうして長谷さんちた次第、ぶしつけをお許しいただきたい。ずいぶんと流行るものよ、アルキメデス。そうまでしてレガリアの統合を求めるか。必要なことですゆえ、これもあなたが全てを得るために、そしてセラフの安寧のため。セラフの安寧ときたか。よくもまあ耳よい言葉を述べられる。風車の、いや刃のように回る舌よの。弁が立たなければ学者は務まりません。後人を育てるのも役目のうちですからね。それよりお早く、レガリアが一つになれば全て収まるのです。漁師なりし虚構世界には繁栄が、あなたには侵されることのない平穏が。始めるのです、統合の儀を。その手を天へ掲げ、あるべきものを正しい形に。儀王より奪還せし、もう一つのレガリアを。さあ、ご主人様、そこを動かないでくださいませ。ミコッと嫌な予感が。今
レガリア、いただくわよ。なんたる、まさにフライング、フライングドラゴン。何をするつもりです、小松海殿。それは子供のおもちゃではないのです。間違っても指にはめたりしないように。小松海殿じゃないわよ。そこは気を使いなさいよ。ダークエリザ、月を見て姑息に華麗に、何より繊細に参上よ。そしてダークエリザベートじゃなくてダークエリザ、もしくはダークエリでしょ。頭だけ漢字にするのよ。してもいいけど、打天使の打にしなさい。打天使の打に。どうでもいいですけど、さりげに仲がおよろしいですね、二人とも。よくないわよ。ちょっと息が合うだけよ。いつも子供扱いされてたまんないっていうか、幼馴染ポジションってやつね、きっと。うん、いいわ、名前なんて。私は私のためにできることをするだけ。ほら、見てなさい。レガリアが誰に一番ふさわしいのか、ここで私があんたたちに証明してあげるんだから。この日のためにちゃんと調整してきたのよ。爆発なんてするはずないじゃない。ちゃんと見てるかしら、女王様。これで私、あなたと同じ場所に立てたのよね。ありえない。ありえるはずがありません。レガリアの所持者がもう一人、それはつまり。そうそう、その顔が見たかったの。タワーリングなプライドも急降下ってわけね。そして見なさい、コリス、私が王様。全部全部私のものよ。この月にあるもの、みんなみんな私の。誰かのものなんて一つも認めてあげないわ。お城もドレスも宝石も命も血も魔力も全部全部私の私のものになっちゃうの。セラフ千年鏡だか、もうそういうくだらない争いはデッドエンド。いえ、ハッピービターバッドエンドね。というか、あなたたちの国は生ぬるいのよ。何が繁栄、何が凶楽なんだか。セラフはこの私が涙一滴、血の一滴枯れ果てるまで完璧に支配してあげる。支配者とは冷血、無慈悲、無関心を通せる者。貴族である私にこそ支配の王権はふさわしい。さあ、誰も彼も
平等に愛してあげる。生ける屍になる寸前まで甘く優しく血税を絞り取ってね。何を愚か極まる妄想を。レガリア一つでは完全な支配など不可能。他の欠片がなくては意味がないのです。ああ、そっか。そうね、忘れてた。そこの王妃様の指輪もゲットしなきゃいけないわ。じゃあせっかくだし、早速レガリアの力を試してみちゃおうかしら。その前に、なんかこれちょっと美味しそうじゃない？はい。今？だってキラキラしててスベスベしててすっごく甘い宝石みたいで。いや待ちなさい、待つのです。どこのアホが指輪に対して美味しそうなどと感想も。待て、もぐもぐ。もぐもぐ。あれなんだかお腹が急に。資格なき所有者への防衛機能。なるほど、内部から働くか。いや、冷静に解析してどうする。なんという、なんという。あ、お腹にズンズン来ちゃう。ちょっとミキサー、アンプのボリューム設定大きすぎじゃなくて。ご主人様、どうやらその必要はなさそうです。あのこと影、見事に飲み干したみたいです。いや、私も驚くばかり。何、これは消滅して。レガリアの反応がどこにも。エリザベートの体内から消えている。完全に。なぜなぜここまで変化した道を歩んでなおこうなるのか。貴様は一体どこまで邪魔をする繁栄雄。このどこに出しても恥ずかしい最高最低の無能サーバントが。うー、なんでこんな目に遭うのよ。私が何したってのよ。そうでしょ。バカバカバカ。ウェルバ・バートリー・エルゼーベット。
たのにおしまい。あたしすごい強くなっちゃったの。見なさいよコリス、これが新しいあたし、ダークエリザをさらに超えたダークエリザ。あたし宣言するわ、この力であなたのことを。ご主人様、何これ。ちょっとキャスター、あなた何したの。これってホーグの、これ私知ってるわ。何よ、なんでこいつらが来るのよ。なんで世界の向こうの暗黒、誰も見たことのないゼロダークサーティ。あやつはいつぞやご主人様を誘ったフラッチ者。どうしてあんたも同じレガリアを持ってるのよ。間違えるな、私はお前の主だ。何よ主って、何この、あー私は大王である。私は破壊である。星より降りて蹂躙を果たさんとするものである。破壊の通常攻撃でこの威力ですか。よほど世界に対して特攻が終わりのようで。エーレン、アルテラ、3人目、やはりあなたが連れていたんですね。電脳体の神髄は三位一体、精神、魂、肉体、最後のかけらたるご主人様の肉体、どこに消えたものかと案じていたのですが、セラフを襲う未曾有の危機、アルテラが捕らえていたと。ですが、奇なこともあるものです。まさか真っ当なサーヴァントの姿をしているとは。そう、以前あなたがマイルームで仕掛けてきた時から薄々気づいてはおりましたが、私以上に罪深い者がいようとは。お前一度人間になったことがありますね。
黙れ。貴様は何だ。お忘れですか。ええ、お忘れでしょうね。この姿形では分からぬのも無理からぬこと。何、高間巡り、読み巡り、巡り巡りて水天日光。私が誰であるかを知る者など必要ない。こうしてここにいる限り、遥かな過去は不要である。貴様も同じだ、サーヴァント。その姿のまま獣のように燃え尽きろ。問答無用ですか、破壊の大王。ご主人様、こちらへお早く。全力のムーンクランチでしのぎます。この場は引きます。痛み分けたというところでしょうか。さすがに連戦は応えました。いかにレガリアで強化されてはいても、疲弊してしまった事実は否めません。ええ、申し訳ありません。ご主人様、何か気の利いた言葉を述べられればよいのですが、今はどうかご容赦のほどを。私もまだまだ未熟、おびただしい魔の気に当てられすっかり参ってしまうとは。ですがどうかご心配なく、私どものラブラブマイルームは年中無休、何があろうと空いている娯楽の殿堂なのですから。そう、ラブラブマイルーム、それは通常のマイルームとは比べ物にならないマイルームである証。まあ特にこれといった違いはありませんが、そのうちいろいろと機能を追加するので、それまで長い目で見ていただければと。そんなことないです、心底から疲労しています。めっちゃ甘えたい気持ちです。そういうわけでご主人様、お休みしましょう。お休み。幸い布団は一つ、枕は二つ、共に寄り添えば回復効果も2倍ですもの。私今日はもう女王としての執務は放り投げました。ご主人様、どうも新しい着物が欲しいです。どこまでも分かるんですか。あの暴走ドラゴン娘を。